された時のことをお話ししたいと思います。その日、私は仕事でしたが、私の携帯に珍しく妹からの着信があって、何だろうと思いながら出てみると、妹はだいぶ動揺していて声が上ずっていました。この妹は普段何事にもでんと構えていて、些細なことは気にしないタイプなので、この電話口の様子にすぐにただごとではないというふうに察知しました。短い電話で私に伝えられたのは、息子が長重積の疑いで緊急搬送されることになり、命の危険もあるので祈ってほしいということでした。長重積とは、腸の中に腸が入り込む病気です。私は突然のことにびっくりして、すぐに母に電話をかけ直し、状況を聞きました。どうやら前日からお腹を下していて、熱が出ていたようで、かかりつけの小児クリニックではお腹風邪と言われていましたが、次の日になって引きつけを起こしたため、再度クリニックを受診したところ、私立病院に回されて、そこで詳しく調べた結果、腸重積の疑いが出てきたということでした。後で妹に聞いたところによると、引きつけた時には口から泡を出し、顔がどす黒くなって、ちょうどそこに合わせた教会の婦人が適切な対応してくださって、呼吸が戻り、顔色も元に戻りましたが、その後も目が上の方を向き焦点が合わず、舌が口の中でぐるぐると動き、明らかにおかしくぐったりしている息子を見て本当に心配だったようです。そしてこの私立病院では、エコーの検査結果を2人のお医者さんが見て、影のある部分を痛がっていることからも、腸重積になっている可能性は否定できないというふうに言われて、発症からすでに24時間を経過しているため、命の危険を伴い緊急の手術が必要ということで、医師が付き添って救急車に乗り、県立子ども医療センターに搬送されることになったのでした。私たちの母は看護師ですが、お医者さんの対応を見て、これはただごとではない状況だと感じたようです。私たちは緊急の祈りの課題として、教会の祈りのネットワークに要請を出し、一斉に皆さんに祈っていただきました。私はインターネットで腸重積について検索してみましたが、手遅れにより実際に命を落としているケースもあり、涙が溢れてきました。そしてこのどうしようもない、他には何もできない状況の中で、私はただ神様に感謝し祈ることにしました。すべてのことは神様の許しなしには起こらないので、問題に関しても神様に感謝するときに、神様の最善の計画が開かれていくからです。そしてもし万一のことがあったとしても、イエス様を信じていれば必ず天国に行けるから大丈夫という思いが与えられてきました。でも神様にできないことはないから、どうか命を助けてくださいというふうに祈り、心から真剣に神様に求めました。もうその時には最初の心の状況とは違い、悲しみではなく神様に対する信頼と喜びがあふれていました。そして必ず神様は私たちに良いことをしてくださると信じることができました。聖書の中に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますという御言葉がありますが、本当にその通りだと思いました。それから仕事に戻りましたが、教会の方々が共に祈ってくださっているのが分かり、とても心強く感じました。しばらくして妹から連絡がありました。なんと救急車の中で痛みがなくなったというのです。そして医療センターに着いた時にはすっかり元気になっていて、増税剤を使った検査結果も異常なしということだったのです。妹が言うには、私立病院のエコー検査をしている時にはあれほど痛いというふうに怒りながら訴えているのに、救急車の中でちょうど祈りのネットワークによるお祈りが開始されたと思われる時間に急に元気になってきて、痛みが全くなくなったということでした。付き添ったお医者さんは戸惑いを隠せない様子だったようです。まさにこの時に
祈りが聞かれたのです。このあわやという状況の中で神様に信頼することの素晴らしさを体験し、また教会の祈りの恵みを改めて実感することができました。甥っ子のお腹を癒してくださり、また命の危険から守ってくださった神様に心から感謝しています。ありがとうございました。